皆さんこんにちは、愛賀真理子です。秋の運動会のシーズンですね。スポーツの秋とも言いますし、暑さが落ち着いたら外で気持ちよくスポーツをしたいなと思っています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースオータ10月1日号、今回は7月下旬からおよそ2週間アメリカセーラム市とドイツブレーメン州で行われた中学生の海外派遣事業の話題をお伝えします。また後半では、自分の専門性や知識を地域の中で生かしたい人と、区内のさまざまな地域活動団体とのつなぎ役となる区民活動コーディネーター養成講座の模様を、思い出写真館では鉄道と駅をテーマに区民の方からご提供いただいた懐かしの写真をご紹介します。それでは初めに中学生の海外派遣事業の話題からお伝えしていきましょう。7月27日からおよそ2週間区内の各中学校から参加した総勢56名による海外派遣事業が行われました。区の姉妹都市であるアメリカセーラム市には28名の生徒を派遣。現地では市内見学のほか、現地の生徒たちとの交流会に参加。交流会では参加者みんなで2本の縄跳びを使ったダブルダッチを楽しみ、互いの交流を深めました。また派遣7日目にはセーラム市庁舎を表敬訪問し、町内を見学した後セーラム市長と歓談。この他にも生徒たちはホームステイや州議会の見学、市内をめぐるダックツアーなどさまざまな体験をしました。昭和49年から始まった中学生の海外派遣事業、昨年からはセーラム市のほか、ヨーロッパ随一の産業国であるドイツのブレーメン州でも海外派遣事業を実施しています。ドイツの北西に位置するブレーメン州は人口およそ54万人、ドイツ国内で10番目の広さを誇る大都市です。そんなブレーメンの町が誇る産業の一つが自動車部品工業。メルセデスベンツの工場をはじめ、自動車部品の下請け工場が数多く点在。また航空宇宙産業や食品加工の工場も多く立地しています。ものづくりの町という点で大田区との共通点も多いブレーメン。今回の派遣事業ではそうしたドイツのものづくりの現場も見学しました。滞在6日目にはパン工房を訪問。白くて柔らかい日本のパンと違い、ドイツのパンは硬くて少し酸味があるのが特徴です。これは材料に小麦のほか、ライ麦をはじめとするさまざまな穀物を使っているためで、ドイツにはそれぞれの地域にその土地ならではの伝統パンがあります。ドイツにはパン作りをはじめ、主に手工業に携わる人たちを対象にしたマイスター制度があり、この試験に合格したマイスターたちがものづくりの技術向上や品質維持に大きな役割を果たしています。生徒たちはパン作りの本場であるドイツのパン職人さんたちに実演してもらいながらパン作りを体験。三つ編み型などドイツの伝統的なパンの形が出来上がっていきます。はい、チーズと。また翌日には市内の自動車部品工場を訪問した後、障害者の方のための施設を訪れました。こちらでは先ほど見学した部品工場の下請け作業も請け負っており、障害者の方たちが自動車のスピーカーなどの部品を製造。ここでも生徒たちはマイスターの指導のもと、実際に機械を使って作業を体験することができました。私はなんか板に穴を開ける作業だったんですけど、すごく大変だったんですけど、できた時はすごい嬉しかったです。祖母の家が鋳物を営んでいたので、だけれども潰れてしまったの でドイツではそれが解消されているというので、なのでマイスター制度でいかに解消されてきたかを現地の方の意見とともに調べたいと思いました。
このようにドイツのものづくりのさまざまな現場を体験した生徒たちですが、今回の海外派遣では現地の人たちとの触れ合いも数多くありました。ドイツ滞在中は2人1組となり、ドイツの一般家庭でホームステイを体験。それぞれの国ならではのゲームをしたり、一緒に食事を作ったり、楽しい時間を過ごしました。最終日にはホストファミリー全員を招待してのフェアウェルパーティー。双方の挨拶に続き、折り紙や日本の名所を紹介、歌や踊りの出し物などを楽しみながら別れを惜しみました。こうして2週間の派遣を終えて無事帰国。その後、参加した生徒全員で今回の海外派遣で見たこと、感じたことをリポートや壁新聞にまとめる作業を行いました。ホームステイっていうのはなかなかできないことで、しかも10日間もホームステイできたので、アメリカの英語で結構話したりしたので、英語力がついたんですよ。なのでやっぱり世界の仕事に就くためには英語力も必要なので、この機会に英語がちょっと聞き取れるようになったので良かったです。やっぱり言葉が通じないけど、いろいろ単語とかジェスチャーとかで伝えたりするっていうのがすごい思った以上に難しくて、それでもやっぱ伝わった時の嬉しさっていうのがやっぱ良かったです。すごく日本にはない土地の広さと、あと家の広さに驚きました。将来教師になりたいと思っているので、もし大田区のところの教師になれれば、そういうことをどんどん伝えていきたいです。また生徒たちは松原区長を訪問し、海外派遣の内容を報告。先月22日には報告会を開催しました。ホームステイや市内見学、交流会にものづくり体験と、さまざまな体験をした生徒たち。12日間に及ぶ派遣事業は、生徒たちに多くの実りをもたらしたようです。今回で2回目となったドイツ・ブレーメン州への海外派遣。これを機に、セーラム市と同じように、大田区とブレーメンとの交流がさらに深まっていくといいですね。それでは続いて、先月からスタートした区民活動コーディネーター養成講座の話題です。高齢化や大震災をきっかけに、地域の絆やコミュニティの重要性が叫ばれる中、区では区民と地域活動との橋渡し役を担う区民活動コーディネーター養成講座を平成21年から実施しています。区民活動コーディネーターの役割は、地域活動に関心はあるものの、それに参加する手立てがわからないという人たちや、区内で活動するさまざまな地域活動団体などを結びつける、いわばつなぎ役。人と人、人と団体、また団体同士など、そのニーズや課題に応じてそれに適した人材や団体を結びつける役目を担います。今回の講座には37名が参加。地域をつないでいくには、地域活動の経験がある程度必要なことから、自治会や町会、ボランティア団体などですでに活動している方を対象としています。区内にはさまざまな分野で活躍するつなぎ役がいます。町会や商店街と連携して町に集えるサロンを作っている福祉団体、学校と連携して子どもたちの学習を支援する NPO 団体など、さまざまな活動を展開しています。全7回にわたる講座では、講演のほか、こうしたつなぎ役の実際の活動現場を訪問するフィールドワークも行われます。障害者の、就労支援をしているんですね、で将来的には、蒲田のあるところで、作業所を開きたいと思っていまして、そのためには地元ともっとつながっていかなければならないなって思っているときに、ちょうど、お知らせを見たもんですから、はい。他にも
も大田区の中でいろいろ知らない団体さんとかもたくさんいらっしゃるかと思うので、そこでいろいろな団体さんを知って、違う分野で私どもの活動とそのを生かしていただければいいなという。地域の絆やコミュニティを活発にする上で地域活動への参加は欠かせないもの。この区民活動コーディネーターが地域のつなぎ役として人やノウハウを出し合い、大田区の地域力を盛り上げていく、そうした重要な役割を担っていくことが期待されます。誰もが住みよい街を作るためにも、より多くの区民が地域に関心を向け、コミュニティを盛り上げていけるといいですね。それでは最後に思い出写真館のコーナーです。今回は区民の方からご提供いただいた写真の中から、鉄道と駅をテーマに懐かしの写真をご紹介。まずは高架化前の平和島の踏切を捉えたこちらの写真です。この10月に京急蒲田駅付近の全線高架化が完了する京急本線と空港線、昭和59年に撮影されたこの写真は空港線大鳥居駅付近の踏切の様子。かつては大鳥居交差点を線路が横切っていました。大森駅付近で撮影されたこの写真は東海道線を走る SL の姿を捉えたもの。横浜市内の貨物線が電化されるため、さよなら SL の記念列車が東京駅から運転されました。JR をはじめ京急線や東急線などいくつもの電車が走る大田区。昭和63年に撮影されたこの一枚は、駅の改良工事に入る前に撮影された田園調布駅東口駅舎の貴重な写真です。蒲田駅西口付近を走るこの電車は旧国鉄の通勤電車の元祖とも言われたもの。当時は茶色の地味な色合いでしたが、その後に登場した新型車両はカラフルな色合いになりました。また同じ鮮やかな色で目を引いたのは東急池上線のこの電車。昭和50年代に大ヒットした歌池上線の歌詞にも登場した緑色の電車ですが、この翌年にはすべてステンレスの車両に変わりました。時代とともに色や形、役割も変化していく鉄道と駅、その懐かしい姿を捉えた写真の数々です。以上、思い出写真館のコーナーでした。さて、今回のシティニュースおたいかがでしたでしょうか。次号10月16日号では、災害時の緊急連絡をはじめ、区政情報や街の出来事など、大田区がこの10月からスタートしたツイッターを使っての情報発信に関する話題をはじめ、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。